トッペンカムデンへようこそは、ソヤ・ユカによる日本のファンタジー漫画作品、単行本全七巻。本校では続編である、トッペンカムデンから恋歌を、も解説する。ソヤ・ユカの初単行本化作品、かつ代表作、月刊プリンセスにおいて、第例は、トッペンカムデンへようこそ、合戦999年10月号に、読み切りで掲載。 翌2000年2月号から連載化され、2003年8月号まで掲載された。当初はファンタジーコメディであったが、描き進めるうちに内容はシリアス色が強くなり、さらに作者自らが嘆いているが、途中からどこがトッペンカムデンと世界観が大きく広がって舞台がタイトルに反し、トッペンカムデン一国の範囲内に収まらなくなってしまった。これは、 レジーの静寂の意思探索業に顕著である。そしてマドオーグラムの復活によって、物語は世界を巡る対戦へと突入してゆくが、同時期に、プリンセス連載されていた、中山聖火のファンタジー漫画、妖精国の騎士と違って、ハイファンタジー方向へは走らず、少女漫画のラブロマンステイストは最後まで、失われなかった。なお、余談であるがこの、突変カムデン大霊和画祖や、 ユカのデビュー作で、作者によると、当初は、単行本一巻分の短期連載の予定であった。精霊に愛された天上の国トッペンカムテン王国を、舞台に、大冠式を控えた16歳のローラ姫と、国一番の魔法使いレジーを中心とする、恋物語である。しかしその道は平坦ではなく、ローラ姫の灰をめぐるクーデター。各国との外交問題、死の精霊の呪い、 隣国との戦、領地の統治騒動、呪われたレジーの死をかけた探索業、そして悪の魔導王の復活、と二人に次々と問題が襲いかかる。そして何よりの難関は国王は魔法使いと結ばれてはならないとの掟であった。果たして両者は結ばれることができるのか。牧歌的な国家であるが20年前に世界を席巻した。 窓を率いる軍に最後まで抵抗した唯一の国。全国王夫妻が崩御したため、今は唯一の王族であるローラ姫が国王代理を務めている。劇中描写から弱小国にも見えるが、防衛戦でバイゼル王国を打ち破れるだけの軍事力も有していること。貴族位に複数の公爵を置けるなど、実は国家規模はかなり大きい。ただ国土は、 山勝ちで冬が厳しく、財政は苦しい様子。トッペンカムデンとはヘーゼルヤードを挟んだ向かい側に位置する商業国家。建国に至った歴史的経緯から隣国ブリューネルとは仲が悪い。圧政をボー君を倒した三兄弟が建国した王国。しかし、半世紀前にマッテーのウォルスはウォルツワルドを分離独立させ、これが 長年の対立原因となっている。財政的に破綻して衰退しつつある軍事国家だが、ラズウェルの活躍で将来的にウォルツワルドとの再統一の道が開いた。国土はトッペンカムデンよりも大きくバイゼルに匹敵する大国である。後にトッペンカムデンとの間にバイゼルに対する軍事同盟を結ぶ。リンドール地方を挟んでトッペンカムデンと隣接する大国。 第3話で言いがかりつけて進攻してくるが、トッペンカムデン軍に敗れて兵を引いた。しかし、トッペンカムデンを諦めたわけではなく、腰た々んたんと狙っている模様。トッペンカムデン、ウォルツワルド、ブルーネルを含む7カ国に接する王国。国の詳細は、あまり詳しく描写されないが、かなりの大国である。海に面した王国。 第十一話でローラ美名一行が招待されて訪れた。大陸からは嵐の海を隔てて静寂の石が存在する島。その影響で精霊が存在せず、島では魔法が使えない。オスロー島は男性上位社会で、娘は父の、妻は夫の所有物とされている。トッペンカムデンから恋歌をは、ソヤユカによる日本のファンタジー漫画作品。単行本前一巻。 2011年からプリンセスゴールドに不定期掲載された作品文。ソヤユカが8年ぶりに発表したようこその続編。前後話からなる短編集である。単行本の裏表紙ではトッペンカムデンシリーズの最終章とされ、最初にして最後の短編集と歌われている。ローラやレジーも登場するが、最終話を除いて、ほぼ脇役扱いで、 むしろ新たに登場した人物たちの活躍にスポットを当てている。また、前作と違って舞台はほぼトッペンカムテン国内に限定され、魔法使い組合や外国、それに付随したキャラクターは登場しなかった。なお、前作のパナカナの予言に登場したローラとレジーの間に生まれた王子と姫も未登場なので、時系列的にはようこそから、さほど時間は経過していない。 時期の物語だと推測される。魔導オ王グラムとの戦いの後、トッペンカムデン王国を舞台に、エルファンの命、隠れ里の魔女、天才少女、シャイデックの息子などの新たなる登場人物たちが紡ぐ物語。穏やかで平穏な日々が続くかと思われたが、ローラはレジーが世界を滅ぼす危機に、再び直面する。トッペンカムデンへようこそ、の登場人物も参照。 トッペンカムデンへようこそ、の用語の項も参照。単行本では、月刊プリンセスに掲載された順で、収録されているため、話数は、必ずしも、時系列順ではない。ここでは、時系列順に並べ書いて掲載する。また、トッペンカムデンから恋歌を、の、各作品も併記する。単行本題七巻 P 級比較対象がバイゼル、なためで、 ウォルツワルドなどに比べれば大国である。関税を利用して国力を蓄えており、加えてウォルツワルドの税金はブルーネルの1、3と極めて低く、これが両国の生活格差をもたらしている。しかし、これは彼を憎く思うゆえではなく、幼少時の暗殺未遂事件から王子として扱うとその身に危険が及ぶのを未然に防ぐための措置であった。ウォルツワルド王は同国を、 病に侵された巨人と揶揄したが、これは、ウォルツワルド、バイゼルほか、接する隣国が多く、各国境守備のために、軍備へ力を入れざるを得ない事情があるものと思われる。第7巻、P16。トッペンカムデンから恋歌を P81 から87。ビオラレジー曰く、とってもうさんくさい、まったくだ。トッペンカムデンから恋歌を P120。 これは、ローラの死に対する予言で、フランクが国中に触れを出した、国中の竜の紋章を消す、竜に関するものの使用を禁ずるの一環であった、可能性がある。ありがとうございます。